速報リバプール遠藤航プレミア公式うっかり週間ベスト11選出される。世界最高レベルの試合であれだからなすごい、プレミアで日本人ボランチが活躍する時代が来るとは思いもしなかった。デブライネが何もできなかったあんな風にしたのは遠藤が初めて。デブライネとロドリの存在感消せる遠藤航マジすごすぎ。もはや世界一のアンカー。リバプールは遠藤なくして語れない。デブライネも直近の試合見るに結構調子良かったはずなんやけどな。ハーランド、フォーデン、デブライネが全く機能しなかったのは初めてらしいな。遠藤すごすぎるわ。これにロドリ入ってないってことは天王山でロドリよりすごかったってことか。あの大一番でも安定の仕事ぶり、さすが俺らのキャプテン。日本の未来明るすぎだろ。守備力だけじゃなくてパスも上手いって現地で認められ始めたのも嬉しいところだな。正真正銘ガチの世界トップアンカー。